おざっす。おざっす。どうやらなんかね、この食いしん坊きさらぎっていう、はい、このお店がすごい美味しいって、ピオレアキャンプの、コーチたちに言われたんで、まあ、ちょっとそれをね、試しに食べてみたいなと思います。それじゃあ、行きます。あれ？ここも閉まってる。開けてもらわなきゃ。ウッチオープン？いえ。それじゃあ、帰ってきました。もうね、こんなのが目に入ったんで、ほんと尺に触りますけどね。まあでもまだカレーの中に入れてないっていうだけまだマシですよね。それじゃあいただきます。いただきます。炊きたてはいいね。いやこれちょっとねマイルドなカレー、うん、すごく美味しいです。なんか家庭的な味ですね。すごく食べやすい。チキン結構ね、しっかりチキンが入ってる。食いしん坊きさらぎといえばチキン南蛮らしいんで、まあ、ちょっとまずはカレーなしでいただきます。うん、普通に美味しい。うん、すごく美味しい。ほんと尺にされますけどね。つまりこれはこうやって食べる人がいるからってことでしょ。うん、最高に美味しい。こっちのチキン南蛮って、まあ、関東とかのね、人がイメージするチキン南蛮って、卵、ゆで卵を刻んだやつ、まあなんだろう、タルタルソースみたいなのがかかってるんだけど、こっちはね、オーロラソースなんで、で若干こっちが、このオーロラソースがね、ちょっとスパイシーなんで、カレーもそんなにスパイシーすぎないから、辛すぎなくなっていいですね。ピオリアキャンプのスタッフの話だと南蛮ビッグタレ多めがおすすめらしいです。あらっす。いやほんと行きかけましたね。これはほんとに美味しかった。ぜひ高知に来たら食いしん坊きさらぎ食べてください。チキン南蛮でしょ。ユンケル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 でしょ。